でもこれコシロルネサンスをね毎月やっていくっていう風に決めて、どんな風にしていきたいと思います？ライオンの人の野望は、はい、野望は野望っていうよりもね、あくまでも、お金儲けしたくない、お金儲けをしないで、とにかく人がつながっていくことによって、何か生まれさそうと、だから今日ちゃんと自分がつながっていろんな飲み会をするか、一緒に飲むたびにね、いろんな発想が湧いて、でこんなことやろう、あんなことやろうっていうのが出てくるわけです、そういうのが目的なんです。だから人が出会うことによって生まれる。でコロロコロロっていうね、主催者の名前がついてるんですけども、卵の中から何が出てくる、コロロンコロロンって何が生まれてくるっていう、コロロンコロロンが主催です。話聞いてるともう延々これ朝までそうだね、もう酒入っちゃうと余計ね、そうだね、もう大体一緒に酒飲んで俺先寝ちゃうの、まあ寝るかな、出てくる、多分私そうなんだってすっごい乗せてずっと話させちゃうかもしれない、私もやばいと思うワールドワイドな話になる。でもまあ確かに人とね、人が出会ってこう広がっていくっていうところでね、何か大きなものが生み出されるのは間違いないと思うので、やっぱりそういうきっかけが必要ですよね。きょうちゃんをね、紹介してくれたのが、みちおくんのお父さん。はい、小川みちお、父。みちおくんのお父さんが、翔一郎さんって言うんですけど、大変素晴らしい絵が、はい、自分大好きな画家さんなんですけど、はい。最近僕もお会いしてないんですけど、小川くんち遊びに行くと、小川くんよりもお父さんと喋ってるのかな。みんなそういうね、みんな私の周りの人そういうね。コシロルネサンスはね、デモンストレーションがつきものなんです、ですから絵を描く方は絵を描くことが見られたりとか、そういう形で進めていこう。小川くんもそのうちは、そうですね、今度15時来てくれるかな。来てくれるそうです。お話しまとめたら、日本とかで、ギター、生演奏でコーヒー飲んで、いいですね、ベタベタに。そうだったら、ギャラじゃなくて、ね、チケット代もらいたいぐらいですよね。 CD 買ってもらう、 CD 買ってもらう。本当ね、いいんですよ、星野。風景だけでも見てても飽きないしね、そこでやっぱ集まる人っていうのは、やっぱりもう、すべてに面白い人が集まってますね。はい、私も行って体験していきたいと思います。小城駅はね、駅が地元の若者たちが残したんですよ。それで駅前にね、下小城駅の東部駅の古い昭和7年の建物が残ってますので、いつかはね、そこでね、みんなで、一緒に入れてやりたいと思ってるんですけど、徐々にね、ちっちゃいところからだんだんみんなで大きくしていこうって思ってるので、メインは、お楽しみ。はい、わかりました。ありがとうございます。いや、今日なんか面白い話が聞けて、いきなりだけど気になってたんだよね、ツイン見てね。でもね、ちょっとはね、きょうちゃんから聞いてはいたけど、まさか今日紹介してもらうっていうことになると思ってなかった。まあね、ずっと前からね、やろうやろうって言ってたんだけど、やっぱりこう物事が動くのっていきなりだから、前回の猫宿の後とかね、番組もトリックをやるからって話で、とりあえずやってみないと分かんないんですよ。で、ね、いきなりやってみて、それが分かんないけど。でもそれってやっぱり猫宿なんかも同じじゃん、結構ね、こう猫宿も今年結構いろんなメディアの取材が多くて、そのたんびに結構なんで始めたんですかとか、どういうきっかけでとかって結構ね、私たち聞かれるんですけど、
でも正直なんかねあるっていう、あの実際やってて毎月やってて大変ですねとかすごい言われるんですけど、まあもちろん全く大変じゃないわけじゃないですけど、楽しんでやってる範囲の大変さであってね、あのきょうちゃんは多分昔俺商店街作りたいんだよねって言ったのが多分もうなんかその話になると、うんね、まだ朝まで話になっちゃう。やばいやばい。まあまあ、だから明確なね理由がこう。今度は朝までどうかっていうの。誰も聞かないかもしれない。そうだね。放題喋りたい2名は。そうだね。飲みながら飲みながら朝までと。でも、まあ、あの意外とそういう話を聞きたいっていう人が多いみたいで、うん、最近。これあれまたチケット売れてるの。お金は取れない、お金は。やっぱね、そうお金の関係じゃない。そう。うん。でも本当私たちが多分ね、あの森のプロさんと京ちゃんが普段飲んでる時の話とか、まあ私と京ちゃんとマサイ君はこう普段ねその辺の路地で話してる内容とか、本人たちにとってみればまあなんてないねやりたいこととか楽しい。ことの話なんでしょうけど、やっぱりあのそうでない人もたくさんいるので、そういう人がこう見てね、あの、うん、とても気になるところみたいなので、ぜひ、ね、はい、猫宿に行って、そうですね、小城へ、小城へ、ね、この猫宿位置がね、あの基本の線ですね、はい、ありがとうございます。あの、きょうちゃんのね、少しでもみんなに、うん、広がるかな、うん、あの川口、あの埼玉県の川口の方でも、きょうちゃんのこの猫やはいはい話しね、はい、話はもう至る所で話は、はい、あ、ありがとうございます、あの飛び火してますね、よかったね、困っちゃったわ、皆様のおかげさまでね、新しくね、猫宿もそんな感じなので新しいプロジェクトを考えてるので、次はその話をちょっとしていきたいと思います。はい、じゃあまたこのままでも、そうですね、あの森のプロさんには、はい、おまでということでありがとうございました。いい、飲んでいいでしょ、飲みながらやります、はい、でね。